はい、今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいたお車をご紹介させていただくっていう、そういう動画です。紹介していただくのはボンドショップフロント担当ガックンこと高橋くん、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、で今回ご紹介する車が、はい、アストンマーティン DB11 AMR っていう、なんかめちゃくちゃ珍しいというか、はい、特殊な車を、はい、紹介ってちょっと言ったんですけど紹介できませんこれは。はい、なんでみんなで見るっていう、そういう動画でお願いします。はい、はい、でこれ AMR っていうのはアストンマーティンレーシング。そうですね。でその普通の DB11 のさらにこう上の上のやつみたいな、 AMG とかみたいな、 DM で言ったら M みたいな、 さらにちょっとこうスパルタンにレーシーにしたやつっていう。ただちょっとサーキット専用っていうわけじゃなくって、ストリートが出ない範囲でのなんかスポーツモデルっていうことみたいです。はい、はい、でカラーもなんかその AMR のテーマカラーというか、はい、一番このオプションみたいですよこれ。あ、そうなんだ。ストライプと、でもこうイメージカラーのやつだよねこれが。そうです、そうです、はい、まあ、広告なんかにも出てる。はい、でまあいろいろカスタムしたところもあるんですけど、まあ、AMR なんで至る所カーボンになってたりとか、はい、この多分この蛍光イエローだかイエローグリーンだかちょっとなんともイエロー表現しかたい色なんですけど、まあ、これが似合う車もアストンか多分ランボぐらいじゃないかなっていう、はい、そんな車でございます。でこの辺のフィンもカーボンになってたりとかで、今回カスタマイズさせていただいたのがこちらですね。これ BC フォージドで、キャップはちょっと純正を同じ色でブラッシュドグレイっていうフィニッシュなんですけど、同じ色で、ボンドボディでちょっと塗装して。そうなんだ、はい、これもう色バッチリ合ってて、なんかもう純正のオプションホイールじゃないかっていうぐらい、はい、ホイールがマッチしてる。届いてから、あーそうなんだ、原品に合わせてスモークかけてるからバッチリっていう。そうです、はい、で BC フォージドは、まあ、車外のホイールなんですけど、一応このセンターキャップが、まあ、純正仕様も選べるんで、はい、こんなこともできますっていう、はい、で MR 当然その限定、なんか確か純正より全然軽い軽量のホイール履いてるんで、なんてことっていう人も多分中にはいらっしゃると思うんですけど、実は結構こういう珍しい車の足回り交換するのって、タイヤホイール交換するのって珍しくないんだよね。そうですね。っていうのは結局その純正を取っとくために足回り交換っていうのも結構定番です。要は売るときに元に戻して、はい、まあ、貴重なホイールなんでそのまま保管しておくっていうために車外ホイールを、はい、入れるっていうのは結構割と、まあ、定番というか、はい、見た目もかっこいい、そう見た目もかっこよくなってまあ貴重な純正ホイールを取っとけるっていう、はいはい、そういう感じで今回も、はい、足回り交換してございます。はい、で車高も少し、車高は H&R のはい、スプリングを入れてます。てか DB11 用が出てるんだね。出てるんです。それがまずびっくりなんだけど。なるほど。で車高も若干 AMR 確かちょっと純正の標準のモデルよりちょっと下がってるけど、さらにローダウンして、ね、ちょっとスタイリッシュな外観になってると、はいはい、であと見えないところというか細かいところで言うと、まあ、せっかくホイール入れたんで、はい、ブレーキパッドもなるほど、ダストのものに、はいはい、変えさせていただきます。でカーボンセラミックとかだと結構ダスト少ないんだよね。そうですね。けど今回の AMR 普通のスチールローターなんで、まあ、だあのローターザクザク削ってホイールが汚れるタイプの、はい、まあ、レーシングモデルというかスポーツモデルなんで多分当然だと思うんですけど、そういう仕様のパッドなんで、まあ、ダストの少ない低ダストタイプに交換してあるみたいです。はい、そしてキャリパーもめちゃくちゃかっこいいもん、はいはい、蛍光イエローっていう、これもこれってこれ色も選べる、どうなんすかね、わかりませんでも多分このボディカラーに合わせて、ボディカラーってこのストライプの色に合わせてこれになってるから、そうです、ね、多分選べるんじゃないかなっていう、はいはい、まあ、選べなかったらボンドボディでキャリパーペイントもできますよっていう。そうです、はい、そして横なんかももうカーボンすごいです、サイドステップにミラーに。で今回はボンドショップその定番のプロテクションフィルム施工してないんですけども、入庫いただいた時になんかちょっとその代わりのものが施工されてるっていうんで、塗装、はい、塗装みたいなんですけど、プロテクション塗装みたいな、塗装タイプのそのボディーガードするようなものが全面に施工されてるらしいです。はい、そして後ろに回っていくと、後ろも当然サイズ違いで履いてるんで、はい、コンケーブがすごいです。そうですね、はい、ちなみになんだけど、これホイールはガックンおすすめ、それともお客さんがもうこれみたいな、デザインですか。デザインはお客さんからかな。あ、そうなんだ。色味は僕から。あー、なるほど。じゃあお客さんとコラボしてこう、そうです、そうです、出来上がってる感じの、はい、だからもっと本当に出づらないし
まあ、そのデザインとかもう BC フォージであらゆることができるんで、まあ、各店フロントに相談してもらえば、まあ、いろんなことができると、はい、でさすがにこうデズラまでとかっていうのはなかなかお客様の方で指定するのは難しいんで、はい、ちょっとご要望をお聞きしてもうバッツンバッツンにしたいとか、はいはい、ディーラーこう笑顔で入れるようにしたいとか、はい、要望を言っていただければそういうこともできますって、はい、だからもう足元だけでめちゃくちゃかっこいいよね車が。そうですね、ローダウンとホイールだけでも全然、はい、バッチリに仕上がっております、はい、でリアももうすごいです。 MR もう全部カーボンで、もうテールランプどれがテールランプでどれがダクトなのかよくわからないっていう、はい、これって出てくるやつなんかそれピュッて多分出てきます。ああそうなんだ、はい、なんかもう全てがデザインに取り込まれていて、はい、とてつもない車です、はい、そしてどこまで行っても上品っていう。そうですね、はい、だから今回ちょっとやりすぎない感じで。そうです、ちょっとオフセットとかも。ああなるほど、ちょっともうもっと攻めようと思えば攻められるけど。そうですね、はい、ちょっと上品な感じに仕上げてあるそうです、はいはい、で今回はちょっと特殊な車なんでせっかくなんでちょっと中もちらっとお願いいたします、はい、中もこれめちゃくちゃかっこいいね。おしゃれですよね。おしゃれ。外と同じようにあのシートにストライプが入ってたりとか。あこれだからもうなんか全部パッケージで完成してるよね。そうですね、もう外のこのラインとブレーキと、はい、シートと、シートももうなんかこうアストンのこういう デザインあれだよね。そう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 。なんかこれが至る所に使われてるんだよね、こういうの。すごいことになっております、はい、ハンドルもアルカンターラでめちゃくちゃレーシー、はい、これってあれだよね、こうメルセデス的な要素がちょっと入ってるっていう。だからそのセンターのナビ周りとかとかもうベンツですよね。なるほど。ちょっとせっかくなんでボンネットも見てみたいと思います。ガン君知ってますか？知ってます。 V12 が積んであるのはこの AMR だけっていう、そこだけ勉強しました、はい、すごいすごいね。これギッチギチですね。ギッチギチだね。 5.2 リッター V12 エンジンがギッチギチに詰まってるっていう、なんかもうフレームとかもえらいレイアウトというか構造になってます。さすがにこの辺はもう触れなくていいかなっていう、はい、さすが結構見えますね。ああそうだね、せっかく足回りが、はい、H&R 入ってます、はいはい、もう H&R は結構こうスーパーカーの足回りなんかでも使われたりとか、意外とラインナップありますよね。あと純正供給なんかもしてるんで本当におすすめなメーカーですね、はいはい、そしてこのどう見ても2人がかりじゃないと開け閉めできないこのボンネットなんですけどなんと、はい、ソフトクローズがついてるっていう、はい、これは車両紹介させてもらったんで覚えてました、はい、もう多分もう全然ろくに紹介できてないよねこれ。一緒に見るっていう動画なんで、はい、ご了承くださいませ。はい、というわけで今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいたお車をご紹介させていただきました、まあ、今回のその AMR だけじゃなくって結構珍しい車とか希少の車でも足回り交換、まあ、純正を取っとくっていうこともできるんで、まあ、タイホイール交換非常におすすめでございます、はい、でもう特殊な車も、はいはい、高橋くんにお任せいただければいろんなことができますので、はい、ぜひぜひお問い合わせくださいませ。そしてボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。